こんにちは。スタイリスト大山俊です。今回の動画では様々なファッション系 YouTuber の方をですね、取り上げながら、それぞれの特徴ですとか、どういった方に向いているのか、このあたりをですね、図解して皆さんになるべくわかりやすく解説してみたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。結構最近はですね、ファッション系 YouTuber の方も増えていて、やっぱりですね、それぞれのチャンネルごとに全然特色が違うわけですね。このようにいろんなチャンネルがあって、その中から情報を得られるというのは素晴らしいことなんですが、一方でデメリットもあって、あの人はこう言ってるのに、この人はこんな風に言ってるという形で、意見が食い違うことも少なくないんですね。それはなぜかというと、それぞれのチャンネルごとに強みだとか、どのようなスタイルをバックボーンとしているのかが違ってくるので、やはりですね、正解の形はそれぞれで違ってくるのは、ごくごく自然なことなのかなというふうに思っています。ただ見てる側としては、どれが正解なのかわからないだとか、自分にはどのチャンネルが向いてるのかわからない。こういった方も結構多いかなと思いますので、僕自身ですね、ファッション系 YouTube チャンネルを2年間運営してきた目線でですね、このチャンネルはこういった特徴がありますよですとか、こういった方におすすめですよということをですね、なるべくわかりやすく解説してみたいなというふうに思っています。今回の動画を見ていただければ、かなりですね、頭の中はスッキリするんじゃないのかなと思っています。僕自身ですね、今回の動画を撮るために改めていろんな方の YouTube チャンネルを見てみたわけなんですけども、かなりですね、それぞれのチャンネルに特徴があって、バラエティ豊かで楽しいなというふうに改めて思いました。僕だけのチャンネルだけではなくて、様々なチャンネルも皆さんには見ていただきたいと思っていますので、ぜひ今回の動画参考にしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい。ということで、ここからは実際にですね、図を使いながら、なるべくわかりやすく皆さんに解説をしていきたいなと思ってるんですね。もうこれが最近の僕のマイブームで、表にして解説するとですね、幾分わかりやすくなるかなというふうに思っています。正直ですね、表の完成度としては、70点、80点ぐらいかなというふうに思ってください。僕のフィルターを通して見てみると、こんな位置づけになりますよということで、一つの参考にしていただければなと思ってるんですが、まずはですね、横軸と縦軸を見ていただきたいんですけども、横軸の方にはですね、定番、トレンドという形で書いてあります。左の方に行くと定番的なスタイルを提唱している人になって、右の方に寄ってくるとですね、トレンド的な着こなしを提唱するような形になっています。そして縦軸はですね、値段ですね。ご紹介しているアイテムですとかお店の価格帯について、高いと安いという軸で表現をしています。これを見ながらですね、どのあたりに位置するのかを見ていきたいなと思ってるんですが、まず一番最初は僕自身の位置から確認をしていきたいなと思ってるんですね。僕、大山俊はですね、この位置に置くようにしています。僕のスタイルとしては定番とトレンドで言ったら、やはり定番寄りなんですね。物によってはややトレンド的なものも出してはいるんですけども、それでも軸足は定番というところに僕はですね、定めるようにしています。で、縦軸をちょっと見ていただくと、小さくですが、GU ですとか U、これはユニクロですね。っていうのが書いてあるかなと思うんですが、僕のスタイルはですね、結構ユニクロを使うことも多くて、それだけではなくて、一番お求めやすいところで言うと、GU まではですね、カバーするようにしてるんですね。そしてユニクロ以上になってくると、グローバルワークだとか、あとここもちっちゃく点を打ってありますが、セレクトショップのオリジナル、ここら辺まではですね、カバーしてるんですね。例えばグリーンレーベルだとか、ナノユニバースですとか、このようにセレクトショップの中でも、そこそこ使いやすい価格帯のところまではですね、僕のチャンネルでカバーしているので、大体メインはこことなりながら、点線でちょっと範囲を広めにとってあるわけですね。このようなスタイルを僕は意識しながらチャンネルを運営しているわけなんですが、特徴としては青文字を見ていただきたいんですけども、初心者向けの情報を出すことが多いんですね。これからファッションを楽しみたいという時に、ファーストステップとして僕の動画を見ていただくと、かなりわかりやすいんじゃないのかなというふうに思っています。そしてその下には雑食と書いてありますが、この理由についてはですね、また後ほど解説をしていきたいなというふうに思っています。年齢層で言うと、主に30代から40代の男性にフィットするような内容に意識するようにしています。それはなぜかというと、僕自身の年齢ですね。30代後半なので、僕の世代に合うもの。そして僕は普段スタイリングする際には40代のお客様も多いので、そういった方にもですね、合わせられるようなスタイルとして僕は動画を作成をしています。こんな感じでですね、実際に表にしてみると結構ですね、特徴がわかりやすいかなと思うんですね。そして僕が5つ、その上も見ていただきたいんですが、ここにはですね、干場さん、兄貴さんという形でお名前を書かせていただいています。まず干場さんはですね、どういう方かというと、今のファッション業界における2大スターの一人かなというふうに思っていまして、一人が干場さんで、もう一人がこちらにいらっしゃる MB さんですね。この2大巨頭の影響力がですね、今のファッション業界はものすごく強いんですね。そしてその2人がいて、その遥か下にですね、大山俊がいるというような構図になっているかなというふうに思っています。まあ、干場さんのスタイルとしては、基本的にはですね、定番寄りかなと思うんですね。ベーシックで大人の男性に似合うような上品なスタイルをですね、提案することが多いんですね。まあ、基本的にはですね、スタイルとしてはイタリアっぽいものが多くて、スーツですとかジャケットを基軸にしながら、綺麗めなスタイルをですね、提案することが多いんですね。そしてサイズ感に関しても、今トレンドのゆったりめというよりはですね、割と定番的なジャストサイズですとかタイトスタイル、ここを主軸としながら、ややゆったりめぐらいなところは取り入れていくという感じがですね、干場さんのスタイルなのかなというふうに思っています。ブランドで言うと、イタリア系のですね、ジャケット専門のブランドですとか、ニット専業のブランドですとか、そういった上品なスタイルを提案しているようなブランドをご紹介することが多いのかなというふうに感じています。そして、その下にはですね、兄貴さんという名前を書いているわけなんですが、まあ、干場さんと兄貴さんはですね、よく共演することが多かったかなと思うんですが、お二人のスタイルはやっぱりちょっと違いがありまして、兄貴さんの方はですね、名品みたいなものをご紹介することが多くて、例えばですね、昔からあるようなマッキントッシュですとか、バブアーですとか、あとは古着への造形も深いので、そういった大人の男性が背景も含めて愛せるような、そういったブランドをですね、提唱することが多いのが兄貴さんかなというふうに感じています。まあ、どちらにしてもですね、年齢層としては、ご自身の年齢もそうだと思うんですが、40代から50代の方にフィットするような内容になっていまして、中には30代後半から楽しめる方もいらっしゃるのかなというのが、このお二人のチャンネルなのかなというふうに感じています。はい。そして続いてもう少し右に行くと、太郎さんというお名前があるんですが、この方のチャンネルもですね、すごく勉強なので、僕自身もすごく好きなチャンネルかなというふうに思っています。まあ、スタイルとしてはですね、割とベーシック寄りかなと思うんですが、その中にもですね、トレンド感みたいなものは、僕よりはちょっと強くなってくるのかなというふうに思っています。まあ、太郎さんはですね、やっぱり僕と同じように、ユニクロですとか、GU ですとか、あとは無印良品だとか、ワークマンだとか、このあたりの買いやすい価格帯のものまでしっかりとカバーしてるんですね。ですので、点線で GU のところまで来てるわけなんですが、それだけではなくて、割とですね、名品系のブランドなんかにもカバーしてるので、まあ、上限でですね、点線はここら辺まであるんですね。例えば、ナイジェル・ケーボンだとか、あとはオーラリーですとか、スティーブン・アランですとか、そういったすごくですね、ファッション好きな方が好むような名品までしっかりと解説しているのが太郎さんなんですけども、僕も同じくですね、そのあたりのブランドは大好きでよく買い物をしているんですが、僕のチャンネルではそういったアイテムに関しては基本的にですね、解説することはないんですね。まあ、先ほどお伝えしたように僕のチャンネルというのは主に初心者向けの内容になっているので、価格帯も買いやすくてベーシックなものが多くなっているんですが、太郎さんに関しては結構幅広くスタイルとしてはユニクロ、GU からちゃんとコアなものまで一つのチャンネルで表現されているのかなというふうに思っています。そんな太郎さんのチャンネルの上にですね、大山メンバーシップと書いてあるんですが、実は僕はですね、無料版の YouTube だけではなくて、有料の YouTube チャンネルをやってるんですね。まあ、いわゆるメンバーシップと呼ばれるものなんですが、そちらの中では僕は主にですね、セレクトショップのオリジナルのアイテムから、いわゆる名品と呼ばれるところまでをですね、カバーしてご紹介するようにしています。結構ですね、普段のスタイルと全然違ったものをお伝えしているんですけども、太郎さんが得意としている分野、このあたりまでですね、言及することが多かったりするので、僕の中でも2つのチャンネルで全然雰囲気が違うのかなというふうに感じています。そしてその右下をちょっと見ていきたいなと思うんですが、ここには源氏さんという方が位置しているんですけども、メンズのファッション YouTuber の中でぶっちぎりのトップを走っているのが源氏さんという方ですね。まあ、結構長くやってらっしゃるかなと思うんですが、圧倒的な登録者数を誇っていて、かなりの影響力のある方かなと思ってるんですが、まあ、年齢がですね、僕らに比べるとだいぶ若いですね。20代の方なので、まあ位置としてはですね、定番トレンドで言ったらトレンド寄りで、価格帯もですね、主にユニクロと GU を主軸とすることが多くて、ユニクロよりもやや GU の方がお勧めすることが多いかなと思うので、このあたりに位置づけをしています。そしてそれだけではなくて、ご自身でもオリジナルのブランドを展開していまして、そういったものも含めてご提案しているので、割とですね、僕ら世代というよりは10代、20代向けのアイテムが多いのかなと思ってるんですが、結構スタイルとしては僕はすごくいいなと思っていて、参考にさせていただくことも多いんですが、やっぱりちょっと違うなと思っているところに体型があるんですね。10代、20代の方の体型って結構身長が高くて痩せ型なので、基本的な僕の体型とは全く違ってくるんですね。これは僕だけではなくて、多くの30代、40代の男性も同じかなと思うんですが、やっぱり僕ら世代になるとお腹が出てきたりだとか、若かった頃の体型とはちょっと違ってくるので、そういった場合だとですね、ゲンツさんのスタイルだと、ちょっと僕ら世代だとゲンツさんのスタイルをそのまま再現するのは難しいかなと思うんですが、参考にしながらそのテイストを取り入れていくと、すごく今っぽいスタイルの参考になりやすいのかなというふうに思っています。そしてラストは MB さんですね。この方が今のメンズファッション界の頂点というか、一番の影響力を持っている方かなと思っています。本当に MB さんの守備範囲って結構広いなと思っていまして、やっぱり動画を確認してみると、ユニクロ GU のものが結構多かったりするんですね。ですので、そのあたりに関しては、源氏さんだとか、太郎さんだとか、僕だとか、そういった YouTuber と結構似た部分もカバーしてるんですが、それだけではなくて、割とですね、範囲が広いんですね。いわゆる高い価格帯のハイブランドというところにも、時々ですね、言及していまして、バレンシアガですとか、マルタン・マルジェラですとか、そういったちょっと高いブランドまでもしっかりと言及されていたりします。ご自身もそういったブランドで買い物をすることも多分多いかなと思うので、結構ですね、安いものから高いものまでちゃんと紹介をされているというところですね。そしてオリジナルのブランドなんかも展開されているので、そういったアイテムなんかもですね、割と定番的なものよりはトレンド入りのものが多いかなというふうに思ってます。で、面白いのがですね、MB さんのスタイルと干場さんのスタイルというところを比べてみると結構明確に違うかなと思うんですが、干場さんは結構イタリア系のジャケットを一つの基軸とした綺麗めなスタイルが得意とされているんですが、 MB さんはちょっとモードな香りのするようなものが軸足になっているのかなというふうに思っています。そこの傾向の違いでも全然ですね、スタイルの見せ方が変わってくるので、そこが面白いなと思う点かなというふうに思っています。年齢層としては20代から30代の方にフィットしつつですね、おしゃれな方であれば30代後半から40代の方までですね、MB さんのスタイルというのは合ってくるのかなというふうに思っています。大山と MB さんというところを比べてみると、実はですね、この2人って多分年齢は同じぐらいだと思うんですね。ですが、やはり主軸としているスタイルが変わってくるんですね。僕の方がやはり定番的で初心者向けのものが多かったりするので、かなりですね、取り入れやすいというところに主軸を置いてるんですが、MB さんはユニクロから GU までを使いながらも、サイズ選びなんかがちょっと変わったりするんですね。例えば、ユニクロ U のエアリズム T シャツがあるかなと思うんですが、僕はですね、どういったサイズをお勧めするかというと、ジャストサイズの僕が着ているような S か、ちょっとトレンド感を取り入れたかったら、M サイズ、1サイズ上げるぐらいのスタイルを提案しているんですね。サイズ感としては、ジャストからややゆったりめという形で提案することが多いんですけども、MB さんの場合はもっと大胆にサイズ感を上げるというような提案をすることが少なくないので、そのあたりのユニクロだとか自由を使いながらもサイズ感だとか見せ方の違いというのは両者で結構しっかりと分かれるところなのかなというふうに思っています。その点で言うと MB さんも初級者向けではあるんですが、ややおしゃれを理解している方の方がすんなり入りやすいのかなというふうに思っています。はい。という感じでですね、それぞれの特徴をこのような形で図に書いてみたわけなんですが、やっぱりですね、スタイルが大きく変わるのがわかるかなと思っています。最後にですね、僕は雑色という形で書いてあるところについて解説したいなと思ってるんですが、僕自身のスタイルとしての一つの特徴なんですけども、結構雑色で、イタリアっぽいスタイルから、あとは MB さんが提唱するようなモードな服も僕自身は結構好きで、マルタン・マルジェラだとか、マルニだとか、そのあたりは着ることが多かったりするんですね。あとは太郎さんがご紹介するようなスティーブン・アランだとか、あとはオーラリーですね。このあたりのですね、ちょっとコアでファッション好きの方が楽しむようなアイテムも結構買ったりするんですね。ですので様々なスタイルを横断はしてるんですが、そこまで深く掘り下げすぎないというところで、そういった意味で僕は雑食系のファッションのベースを持ってるのかなというふうに思っています。こういったそれぞれの YouTuber の特徴を見ながら、皆さんはですね、どのチャンネルが合ってるのかなというところを見定めてもらうとすごくいいかなと思ってます。まだファッションについてあまり理解が深くなくて、ゼロから始めたいという場合は、僕の動画がですね、結構参考になりやすいかなと思ってるんですが、僕の動画を見ていて、ちょっとそろそろ飽きてきたなとか、もうちょっとなんかおしゃれ感を出したいなと思った時には、様々な方向性があって、太郎さんのスタイルで、もちろんセレオリなんかもやっていますし、それ以上の名品みたいなところをカバーしていくのもいいかなと思いますし、あとは MB さんのスタイルですね。本当にユニクロですとか GU でも僕とはまた違った着こなし方だとか、あとはハイブランドまでしっかりとカバーしていくので、MB さんのスタイルもガチッとハマっていくかなと思います。そして40代、50代の大人の男性であったら、僕のところから入って、もう少し価格帯を上げて、干場さんだとか、もう少し古着をミックスしたりだとか、名品をカバーしてる兄貴さんだとか、このあたりのチャンネルを見てみるのもいいかなと思うので、最初の一歩としては僕の動画が見やすいかなと思うんですが、それから先のステップアップとしては様々なチャンネルがあって、かなりファッションの幅広さというところが楽しんでいただけるのかなというふうに思っています。僕もですね、このように今回表に書くことで、随分頭の中がクリアに整理できたかなと思ってますし、僕がやるべきことだとか、どういった情報を役割として出していくのかが改めて明確になってきたかなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてなるべくですね、ベーシックで分かりやすいファッションというところをちゃんとご提案しつつ、もう少し中級者向けの内容に関しては、僕のメンバーシップチャンネルもですね、結構参考になるかなと思うので、よかったらこちらの動画の下の概要欄にですね、リンクも貼っておきますので、チェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。